おはようございます。大和くんチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。大和、今どこ向かってるの？はい、本日私たちは栃木県にあります、去年ね、2022年の6月にオープンしたばかりのコストコ壬生倉庫店の方に向かっております。こちらの壬生総合公園北を左折しますと、あと3キロぐらいですかね、ここから北関東道の方に乗るようですね。ここもエネオス158円だ。ナース塩原インターの181円はちょっときつかったね。いつもなら満タンで出てくるのにね、今回車検とかあったからね、ちょっと減っちゃったからさ。ちょっとここまで来るのに不安だったからね、初めてのところでね。イオンの影あたりだと思うんだけど、どこだろう、どこだろう、あれ右、うん、そうそうそう、ここ右でいい、うん、右でいいみたい。ここ、ここ、カインズのよくよく脇だ。コストコのスタンドもあった、ね。はい、こちらコストコの壬生倉庫店になります。駐車場も広くって、出入り口がどこかな。あっち正面かな。ここかあっちかどっちかでしょ。あ、こっちか、ここか。開店前なのにね。はい、皆さん、コストコ行ってきました。行ってきたね。はい、一番最初に紹介するのはキャンピングカー。普通ね、あの富谷のコストコ行くんですけど、宮城県の、その時はなかなか乗用車で行っちゃうので買えないんですが、キャンピングカーで今回行ったので、こちらの
アイス買ってきました。ハーゲンダーツのね、何グラム入ってるんだっけな、473ミリ入ってるクッキークリームのアイスになります。まあいいけどはい、こちらがいつも買う天然トマトになります。そうだ、今回は27点買い物したんですけど、今日はちょっと27点いっぺんにご紹介する時間が取れなかったもんですから、半分ずつになります。生鮮食品だけ今日 の第1弾として動画の方を作らせていただいてます。はい、でこちらが天然水のトマトになります。コストコのトマト、今まで外れたことなくって、何買ってもすごく甘くて美味しいです。はい、はい、次の商品がアボカドになります。これもコストコでね、いつも安いのでちょっと硬いやつ選んできてます。はい、エリンギになります。こちらもね、いっぱい入っててお得です。はい、こちらはナチュラルチーズになっています。これはいつも買うのとちょっと違うかな。前にも買ってるんだけど、こういう形でココンポになってるんですけど、ちっちゃなチーズが3つ入ってます。すごく食べやすくってね、ココンポなので使いやすいかと思います。はい、こちら前回買ってからね、すごいもう虜になるぐらいすごく美味しいベビーほうれん草になってます。このままね、水洗いしてそのまま食べれます。すごい甘くて美味しいです。はい、こちらローストビーフになります。一梱包あたりね、80g、これが3つ入ってますね。こんな感じでソースもついてるんだね。オリジナルわさび入りのソースだそうです。今回サラダ、ローストビーフのサラダ、出先から回ってきたので買わなかったので、今回こちらのローストビーフにしてます。2月の28日結構ありますね、賞味期限ね。はい、こちらいただきます。はい、カナダ産の三元豚しゃぶしゃぶ用の豚肉になります。これはね、久しぶり、2、3回ぶり、前に買ったっきりかな。食べ終わったので新しいもの購入しました。はい、こちら桜鶏の手羽元になりますね。これ最近ね、オーブンで焼くだけっていうのに凝ってましてこれ4つ入ってます。このままばらして冷凍庫の方に入れて、そして食べるときに自然解凍してオーブンで焼くだけっていうものになります。こちらいつも買ってます全粒粉のパンになります。全粒粉って言ってもいろんなものが中に入ってるんですけどね。はい、これが2本入ってます。いろんな小麦粉とかね、何種類だろう、すごいめちゃくちゃいっぱい、いろんなひまわりの種まで入ってます。これいつものように中はこうカットしてあるタイプのものになりますね。1枚ずつ冷凍して少しずついただくような形になります。はい、こちらドレッシングになりますね。
コレステロールゼロのドレッシングになってます。こちらね、ドレッシングあんまり買わないんですけど、これ1本買うとしばらくあるからまた購入してます。はい、こちらいちごジャムですね。今回プレーンのヨーグルトなんて買ったので、ジャムちょっと私はそこまでもいいんですけどね、パパがねちょっと甘みがないと食べづらいというので、ジャムの方を購入しております。ヨーグルトに添えます。はい、オーガニックバナナになります。これもいつもコストコでは必ず買います。今回も安く購入することができました。 2,4,6,8,9 本も入ってます。はい、こちらが今言ったギリシャヨーグルトになりますね。オイコスのヨーグルトを今回購入しておりません。代わりにこの脂肪ゼロっていうギリシャヨーグルトの方を購入しております。はい、こちらが極小粒納豆、有機育ちの納豆になってますね。3パック入りのが 3つ入ってます。これもあと10日ぐらいでしょ、あと5日ぐらい、ね、冷凍しておいてもいいんだもんね。で、少しずつ食べたら、1回ずつ食べられるからね、食べやすいかと思います。はい、全般はこちら15点になります。残りの12点はこの後後半の動画でご紹介したいと思います。また見てください。